でマルチバース観測局が発表した最新情報についてお知らせいたします。我々の世界とよく似たあちらの世界の日本では若者の自殺者数が過去最多に達したとのことです。非常に心苦しいですね。少子高齢化で現役世代の負担は大きくなるばかり。社畜なんて口にするのもはばかられるような言葉に参加している社会。ラジオを聴きの皆さん、おはろー。本日も始まりました、鈴賢の216。お相手は平日午後のにぎやかしこと、鈴賢でございます。年が明けてもう数日経ちますが、そろそろお正月気分も抜けて、お仕事や学校が平常運転に戻ってきたなという方も多いのではないでしょうか。ちなみに僕は1年中クリスマスです。みーちゃん、明けおめー。びっくりした。私の知ってるあかりは金髪ロングだから全然気づかなかった。もう傷んじゃってさ、十数年ぶりに染めるのやめてバッサリ切ったよ。みーちゃんは今日何飲んでるの？マンデリンの深入り、美味しいよ。飲む？はぁ、ただこれじゃなかったらね。っていうか私ブラック飲まないし。まだそんなに目立ってないじゃん。でもしばらくコーヒーはお預けだね。そうなんすよ先輩。ホットレモネードください。はい。お待たせいたしました。じゃあこちらホットのレモネードですね。はい、ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。いただきます。いやでもさ、マジで妊娠すると味覚って変わるのな。ずっと酸っぱいもの苦手だったもんね。それこそ中学の時酸味のあるコーヒー勧めたら、渋い顔してたあかりがレモネード飲んでるなんてちょっと衝撃。それな、自分が一番びっくりよ。今日はナミちゃんとナギくんはおばあちゃんのところ。今頃おやついっぱいもらって喜んでるんじゃないかな。この前お年玉もらったばっかりなのにね。あ、そうそう、今日久しぶりにあかりと会うって言ったら、うちのお母さんがよろしくだって。はあ、私からもその説はお世話になりましたって伝えといて。親と喧嘩してよくうちに晩ご飯食べに来てたもんね。頭上がんねえっす。あ、マサルさん元気？相変わらず働き者だなって感じ。あと最近はなぜか休みの日にうどん打つのにハマっててさ。うどん？子供たちも一緒になって踏んだりこねたりではしゃぐんだけど、キッチンは粉まみれになるし、食べた後の片付けは結局私の仕事。あ、男の料理的な？料理全然できない私が言うのもなんだけど。でもすごく助かってるのも本当だからね。土日の昼間にちょっと息抜きできるなんて去年までは考えられなかったもん。サンキューパパって感じ。ところでさ、私まだ詳しく聞いてないんだけど、ダーリンのこと？先輩聞いちゃいます？そこ、たけしくんだっけ？そいつ中二の時の彼氏な。あれ、一平くん？あいつとは高校卒業する直前に。あ、ナオトくん。去年別れたやつな。よっこいよ、きょんな。自分で言うな。翔太くん、私まだ会ってないからさ、どんな人が私の親友のハートを射止めたのかなってずっと気になってる。理屈っぽい割に優柔不断なとかってさ、時々どつきたくなるんだけど、肝は座ってるっていうか、赤ちゃんできたって電話したら、その後花束抱えて猛ダッシュで来てくれて、お母
片膝ついてプロポーズされたんだよね。去年会った時は彼氏と別れただったのに、いつの間にか結婚してて子供もできて、のろけ話まで聞けるなんて、ね、のろけてねえし。でもまあ知り合って1年も経ってないのに、うん、なぜかそばにいても違和感ないっていうか、座りがしんどい時も身の回りのことを全部やってくれたりとか、最近は一緒にベビー用品見に行ったり。ああもう妻としても母としても先輩の水瀬さんにはかなわないです。あね、なんかケーキ食べ、私おごるから。もう頼んじゃった。ささやかだけど私からのお祝い。私が子供できたって報告した時にあかりがケーキ買ってきてくれたでしょ、そのお返し。ありがとう。あと先輩はやめて、ダメだし、なんなら私の方が誕生日遅いし。ここでマルチバース観測局が発表した最新情報についてお知らせいたします。今日は現在確認できている4つの世界線のうち、我々の世界と最も類似しているとされるニアバースの日本の話題です。あちらでは平均寿命が100歳となり、本格的な人生100年時代に突入したそうです。100年も生きてどうすんのよ。大ですよ皆さん。想像できるわけないよね。もうなんだっけ、年金すっごい年取ったら国がお金くれるんでしょ。うちのお父さんが羨ましいって言ってた。でもそのお金って今頑張って働いてる人が納めてる税金から出してるんでしょ。一人の人間が一世紀生きてるだけでも相当なホラーなのに、そのジジババがなかなか死なないせいで負担が膨れ上がる一方なんて、働く気失せるわ。まあそのジジババがどんなものなのか見たことないからわかんないけど、うちのお父さんもう46だからしょうがないんだけどさ、腰痛いとか脂っこいもの食べらんなくなったとか最近よく言ってるみたいなんだよね。うちの親も似たようなもんよ。ママは40過ぎてから目尻のシワが気になってしょうがないんだって。っていうかさ、その状態からさらに40年も50年も生きてたら人間ってどれだけ衰えるんだろう。できなくなることもどんどん増えるだろうし、私だったら耐えらんないかも。この人生100年時代をポジティブに捉えようとする動きもあるらしいんですけれども、実際どうなんでしょうね。そもそも向こうの世界の日本では長生きはいいことだといった風潮が根付いているようなんですが、中には本人の意識がほとんどないような状態でも病院のベッドで延命治療を受け続けている高齢者もそれなりにいるみたいです。僕らの感覚からするとこれは虐待のようにも思えますが。うわ聞いた今の、絶対嫌。チューブとかいっぱい繋がれるやつでしょ、怖いよね。自分の親がそんな状態になってるの死んでも見たくない。かわいそうだって思わないのかな。長生き万歳な考えな人たちには分かんないんじゃない。でも他の国だとそうとは限らないみたいじゃん。北欧のどこだっけ、自分でご飯食べらんなくなったら退院して残りの時間はお家に帰って過ごしましょうっていうのが当たり前みたいな。病院のベッドはこれから生きる人のためのものだからって。さすがみーちゃん詳しい。なんちゃらバースの日本はどうしてこうもこじらせてるかね。ニアバースね、多分教育とか前提の条件が違うと全然変わっていっちゃうと思うんだよね。子育てしてると叱る時とかにすごく気を使うっていうか、絶対に正しいことなんてないんだよなって考えちゃうもん。まあ難しいことはよくわかんないけど、その人の意思とは関係なく体や心をどうこうしちゃダメだよみたいな認識は大事よね。ここで番組に届いたメッセージを紹介します。ラジオネームたかりんさん。鈴健さんおはろう、いつも楽しく聞いてます。ありがとうございます。先ほどのニュースを聞いて文化というか社会通念の違いを強く感じました。あちらの世界からすれば私たちの人生というのは大変短いのかもしれませんが、向こうもかつてはこれほど寿命が長くなかったらしいですね。鈴健さんなりの感想やご意見が知りたいですということなんですが、そうですね、僕小学生の息子が2人いるんですけどね、できることなら十数年後にあの子たちの負担になるような生き方は避けたいなと思ってるんです。
次世代には次世代なりのより良い社会を築いていってほしいですからね。太く短く生涯現役で人生の幕を下ろせた方が幸せだと思うのも、僕らがこっち側の人間だからなんでしょうかね。それではこちらのメッセージをくださったたかりんさんからのリクエストで1曲、森かおりであなたへ。さよならどうか幸せでいて。ていうかさ、このマルチバース観測局って本当にあるのかな。多元宇宙論、平行世界、私たちの世界と似た世界が3つも4つもあるなんて SF 地味てるっていうか、ぶっ飛びすぎっていうか。でも私たちが生まれる前からあるらしいじゃん。学校でも習うし、今更疑う気にもならないな。どうする、全部ハッタリで実はこの社会を裏で操作してる連中がいるとしたら。なんなら私たちの寿命も調整されてるとかさ。それこそ SF みたいじゃん。だけどもし仮にそうだったとしても、観測局の出す情報は子供の頃から面白いなって思って見たり聞いたりしてたし、他の世界には今の私と性格や生い立ちも全然違う私がいるのかもって思うと、ちょっとワクワクしてたから。ロマンっていうの？あー、それは考えたことあるかも。向こうでは億万長者だったりしてとか。でもいっぱい税金取られるよ。そんなん気になんないくらいの大金持ち。100歳まで行きたい？それはいいや。だよね、なんか聞いてる限りだといろいろと行きづらそうだし。それな、大学だっけ、あっちだと高校の後にまた4年も学校通って卒業しないと、就職する時とかに結構苦労するんでしょ。22歳で卒業したとして社会人3年やったら25でしょ。それから結婚して子供産んでってハードル高くない？すぐに相手が見つかるとも限らないじゃん。私だってあっちの世界だったら社会人になって早々に結婚して20歳で出産しようなんて考えられないよ。っていうか年齢的にまだ学生かもしれないし。あの時は驚いたな。それまで男の影が全く見えなかったのに、社会人になってすぐ彼氏できたって。それからあれよあれよという間に結婚出産2児の母。2人で初任給でご飯食べに行った時に話したね。ベロベロになるまで飲んでもらったばっかの給料タクシー代でとかしたな。そうだったね。あ、お給料って言えばあっちだとサービス残業っていうわけのわからない言葉まであるらしいよ。やばいよね、普通に犯罪じゃん。年寄りのために絞り取られてさ、しまいにはただ働きまでさせられるなんて狂ってるっていうか。そりゃあやむ。やっぱ70年とか生きてると新しいものを受け付けなくなるんかね。そんな低たらくて老害とか呼ばれながら子供や若い人たちに迷惑かけて生きる人生、私だったらやだな。ちょっと残酷すぎる呼び方な気もするけどね。そうなりたくてなったわけじゃないだろうし、社会はどんどん変わっていくんだから、一生勉強って思って学んでいければ害なんて言われないで済むんじゃないかな。お聞きいただいたのは森かおりであなたへでした。先ほど少し僕の子供の話をしましたが、あちらの世界では親ガチャなんて言葉があるらしいですね。いわゆる運任せの要素にガチャという表現をよくするみたいなんですが、親子関係なんてまさにこれの極みですよね。もちろん経済状況や親の人格などいろんな要素が絡んでそうなるわけですが、息子たちに親ガチャ外れたなんて言われた日には僕は立ち直れないかもしれません。うわ、ついね、私も耐えらんないわ。生まれてきたくて生まれてきたやつなんて世界中どこ探したっていないっつうの。私が前は子供欲しいと思わなかった理由もさ、子供は親を選べないから結局産む側のエゴでしかないのかもなって考えが強かったからなんだ。それは私も思ったかな。お父さんやお母さんがそうしてくれたようにちゃんとした親に自分もなれるのか不安だったし。それはちょっと違うんじゃない？親にしてもらった通りの育て方が正解とは限らないじゃん。そんな簡単な話なら私は10代の頃にあんなにママと揉めてないよ。確かに。いや、笑うとこじゃねえし、うちのママは女の子なんだから、学生なんだからって自分が想像してる枠から私がはみ出そうになるとすぐ文句言ってくる親だったのよ。
で高校卒業するちょっと前かな、過去一の喧嘩になってさ。そうだったんだ。私もぶち切れちゃって、私はママの持ち物じゃないって言ったら泣き出したんだよね。かなり答えたみたいでさ、それから急に話さなくなったっていうか、距離ができちゃって。何日かしてパパと二人で話したんだけど、ママもおばあちゃんにそんな風に言われてたんだって。自分の親と同じようなことをしたくないと思ってたはずなのに、接し方が分かんないから変に厳しくなっちゃってるんだ。今は理解できなくていいから少しだけ寄り添ってあげてって言われた時は、私も号泣よ。なんかその日からわだかまり解けたっていうか、今日までずっと仲良くやってる。子供できたって言った時もすっげー喜んでくれたし、私が大切にしたいことを大切にしながら育てなって言われた。お母さんもあかりのこと分かってくれたのかもね。多分ね。だからさ、向こうっぽく言うなら親ガチャ大当たりだって今は思ってる。っていうか、そもそも世界線ガチャ？あっちの世界だと子供どころか自分が生きてくことすらままならない気がするもん。そういうとこも含めてこっちでよかったって感じ。私の母方のおじいちゃんね、結婚が遅かったのもあるんだけど、私が生まれる前に亡くなっててさ。そうだったね。この年になったからなのかな、会って話してみたかったなって。100歳までとは思わないけど、私たちの寿命が70歳くらいだったら周りの人たちとの関係も変わる気がするんだ。そりゃそうだけどさ、でもあっちの世界ではそれが原因でいろいろ苦しそうだし。うん、分かってるよ。だけどお父さんもお母さんも45過ぎて身の回りのこととか整理し始めてる様子を見てるとさ、受け入れなきゃいけない時期が近づいてるのを感じるんだ。いざ直面するとやっぱ辛い。確かに。うちのおじいちゃんは孫の顔も見れずに死んじゃったから、お母さんは孫と一緒に過ごせる時間があるだけで幸せだって言うのね。でも孫ができてもその成長をほとんど見られないのが当たり前って、内心どうなんだろうって。頭では分かってたって、本当はみんな寂しいんじゃないかなって思ったんだ。そうかもね。実はうちの親、私がもう25だから孫の顔は見られないかもって思ってたんだって。子供できて喜んでくれたのは嬉しかったけど、期待されてなかったのかと思うと正直複雑だった。期待するとかしないじゃないと思うよ。ご両親からしたら新しい家族ができることで、一人っ子のあかりがこの先寂しい思いをしなくて済むかもっていう安心感の方が強かったんじゃないかな。そういうもん？うん、うちはお兄ちゃんがいるし、子供も二人兄弟だから、もし親がいなくなっても血のつながった家族がいるっていう心の支えはずっとあるかも。なるほどね。ま、そんな私も人生折り返し地点でついに人妻よ。っていうかさ、あっちの世界の人たちは寿命は私たちの倍なのに子供を産める期間は変わらないのって不思議じゃない？まあそこは一応人間だし、自然の摂理ってことなんじゃないかな。そっか、あっちと比較してもピンとこないけど、はあ、私孫の顔とか見れんのかな。見たいよね。どんな風に成長していくのか。もしかしたら50歳過ぎてからでしか得られない幸せもあるのかもね。我々の世界でよく似たニアバースの日本では、構造上高齢者の生活を支えるために現役世代がマンツーマンで労働納税する肩車型社会と呼ばれるフェーズにいよいよ突入するわけですが、
これは収入的にも時間的にも結構な余裕がなければ生きる意味を見失ってしまうのも致し方なく思います。やはり長生きのしすぎは社会に歪みを生む要因になってしまうんでしょうか。どうか我々の世界は明るい未来に向かって多くの人が最高に充実した半世紀を生き抜く社会であり続けてほしいものですね。それぞれが今できることを精一杯やっていきましょう。僕は皆様の午後のひとときに少しでも楽しい時間をお届けできればと思います。それでは明日もまたこの時間に216でお会いしましょう。平日午後のにぎやかし、鈴健でした。 See you tomorrow。中1の時同じクラスだったゆかちゃんって覚えてる？あー、なんとなく。みーちゃん割と仲良かったよね。うん、3年間同じクラスだった。亡くなったんだって、去年病気で。そうだったんだ。それ聞いた時にさ、明けましておめでとうって大切な人たちにあと何回言えるか忘れちゃいけないなって思ったんだ。どういう意味？ゆかちゃん、年明けに必ず連絡くれてたんだけどさ、明けましておめでとうってさ、同じ人に年に1回しか言わないじゃん。なんなら1月に愛そびれた人とかにはもう言うことないんじゃないかな。確かに2月とか3月に入っていってるのを聞いたことないかも。その人があと何年生きるか、残りの寿命って大体わかるじゃん。その年数以上に明けましておめでとうっていう回数は多くないんだなって。もしかしたらそれよりもっと少ないかもしれないし。そうだね。あ、そういえば今年まだみーちゃんから新年の挨拶ちゃんと聞いてないよ。あ、ごめんごめん、黒髪に気を取られて忘れてた。明けましておめでとう、今年もよろしくね。こちらこそよろしく。妻になってもお母さんになってもおばあちゃんになってもずっとずっとよろしく。来年も再来年もその先もずっとずっとよろしく。もし他の世界線に私たちがいたらさ、どんな関係なのかな。出会ってないかもしれないのか。きっと大親友だよ。わかんないけど、どの世界線でもそんな気がする。そうだね、間違いない。じゃあ私こっちだから気をつけて帰ってね、お母さん。うん、今日はすっごい楽しかった。またね、みーちゃん。子供の名前決まったら教えてね。実はもう決まってんだ。今度会った時教えるね。Thank you.
Thank you.